はい、そんな感じです。今回は今絵を描いてる皆さんがもう何回か経験してると思うんですけど、さあ描こうって思ってもなんか今日気分が乗らないなとか、なんか今日下手だなとか、ちょっとした気持ちのプチスランプですよね。本格的な大きな壁にぶち当たったりする大スランプとかじゃなくて、なんか気分が乗らないなとか、なんかちょっと違うなみたいな、これジャンル関係なく誰でも経験してると思うんですよ。気分転換の方法、まあ難しく言うと気持ちの軌道修正ですよね。これって人それぞれだと思うんですけど、皆さんどうしてるのかなって思って、気分乗らないなら書きませんとか、まあご飯食べて寝ますとか、逆にとことん書きますとか、何でもいいんでね、皆さん自分流の気分転換の方法あると思うんで、よろしければ教えてください。で、僕の場合なんですけど、今見ていただいてるイラストなんですよね。まあ、プチスランプっていうのも大げさなぐらいなんですけど、まあこの日はなんか色鉛筆の気分じゃなかったんで、ですんで僕の場合は普段使ってる画材とかから一旦離れてみる。気分が乗らないのなら描かないのもありなんですけど、僕の場合1週間の近く日を決めていて毎日描けるわけじゃないんですよね。だから気分が乗らないからもう描くのやめたってなると時間がもったいないって思っちゃうんで、だから久しぶりに線画でも描くかって感じで、ほんと気分転換で落書きしちゃうんですよね。これ落書きなんですよ。でもただの落書きじゃなくて、ちゃんとコンセプト決めて描くっていうのを心がけるようにしたんですよ。3つ。1つはテーマに沿って描くってことと、もう1つは次に何かつながりそうなもの、なんか新しいものを描こうってことと、最後は落書きでもちゃんと描き切るってこと。だから気分転換の落書きでもあるし、イラストの練習でもあるし、ついでに新しいものをなんか見つかればラッキーかなっていう。うまく書くとかは二の次で、落書きをちゃんと書くっていう、落書きをちゃんと書くっていうのが僕なりの気分転換ですね。で、これそもそも何書いてるんだっていう話なんですけど、木を書いてるんですよね。これ脳細胞じゃないんですよ。テーマは入り組んだ木を書いてます。ただ葉っぱはめんどくさいので書いてません。落書きだから正解も不正解もないっていう自分の中の緩いルールがあるんで、でもちゃんとテーマに沿って適当に書かないで真面目に落書きする、だから精神的には気分転換でリラックスしつつも、まあ気は抜かないって感じですよね。で、あとは本当書きたくない日はもう寝ますし、掃除したりなんかネタ探したりね、上手い人のお絵かき動画見たりですかね。気分転換、いろいろありますよね。ですんで今絵を描いてる方で皆さんの自分流の気分転換、技術的なこととか精神的なこととか、こんなことやってますよってね、よろしければ教えてください。ジャンル関係なしにここに来てくれた人がいろんな情報を共有できるので、これって本格的な大スランプになる前の予防法にもなると思いますし、まだまだ初心者の方の参考にもなると思うんで、はい、今回は絵が描けなくなった時の対処法プチスランプ編でしたけど、また今度ね、これも描いてる人なら経験あると思います。僕もあるんですけど、本格的な大きな壁にぶち当たった時のスランプ、もうガチの方ですね。また次の機会やりたいと思いますんでね、ご期待ください。そんな感じでした。